今回は水の生き物寿命当てクイズ後半戦。続いての問題はこちらです。はい、うん、ちょっと待てよ、1年200年がいて不老不死がいるの。え、何これ、なの分からないよ。大体分かります。私分からないよ。続いての問題の選択肢はこちら。一体不老不死の生き物はどれか分かるかな。まずは寿命が1年の生き物をチョイス。ではサマンさんチームから次は先行でお願いします。1年ね。まず1年の話しかしないことにしよう。そうしよう、ヒントになっちゃうから。俺らの話を聞いてかさらっていくタイプだから、うん、なんかさ、ダイオウイカが5年だろ、うん、イカって死にやすいの。イカって死んじゃうんだね、すぐ。イカって飼えないぐらい死にやすいよね、うん、イカ飼ってるやつ見たことないもん、ね、お願いします。イカってすぐ死ぬから、サーガニもすぐ死ぬ。お願いします。じゃあ行ってみよ う、 もうイカにしちゃう、はい、行ってみよう。それではサマーズさんチーム発表をお願いします。はい、はいはい、できました。せーの、スルメイカ。やったー、すごい、すごい、死にやすいんだよ。アメイジング。11年、でも11年ものの味はないからまずそうだね。大体もうあのサイズだもんね、うん、で俺11年この辺通ってる。おどうですか、海老行っとく？行っときましょう。行った。ね、うん、もう次アジは寿命俺分かんないと思うんだよ、アジ。アジなんてもう本当ね。ね、うん。食っちゃうから。食っちゃうから。うん。アジって何年まで生きるんですか？知らねえよ、食っちゃうんだからって。漁師が言うやつ。言うやつ。アジ飼ってる人は見たことねえ。そう。海老行きましょう。行きましょう。はい、それではサマンズさんチーム発表をお願いします。はい、お願いします。海蛇。よっ。これパーフェクトあるんじゃない？パーフェクト、すごいですね。パーフェクトあるよ、はい、35年っつったらもう金魚以上っていうヒントがあります。金魚以上、俺もう大体結構つけてるんだ。この辺も大体分かってきた俺。だからこれも踏まえてのこれでしょ。そうです、はい、ね、だから俺これだと思って、はい、それかね、これかこれです。じゃあこれだ、それいってみよう、うん、透明で分かんないけど透明で35年間実は生きてる。それではサマーズさんチーム発表をお願いします。はい、せーの、ベニクラゲ。お願いします。この辺から難しくなってきたもんな、うん、そこはもうね。ではミスマリンちゃんチームに回答権が移ります。お願いします。いや私これかこれだと思ったの。じゃあじゃあウニにしよう、ウニにしよう、はい、ではミスマリンちゃんチーム発表をお願いします。せーの、紫ウニ。ありがとうございます。え、来ましょう。35年もののウニなんかねえんだよ。ねえよ。え、ないんですか、まあ、これ食うウニかどうか知らないけど、ね、ウニに生き死になんかないんだもん。あ、全然違う、そうです。あ、分からない。不老不死、あそれは違いますよね。じゃあ行こう。大谷さん、ん、人手に生き死になんかねえでしょ。じゃあなんで35年に置こうとしたんですか。次のサーガニ35年。サーガニだからあんなん岩に隠れてちょっとでかくなったりしてんじゃん、あいつカニって、うん、ね、だから人に捕まんなきゃ35年生きんじゃん。マジでマジで。どれ、サーガニ、サーガニやってみ。じゃあ35年、え、行ってみよう。じゃあし、はい、せーの、はい、サーガニ。何なんだよ、35年も、うん、マジでしょ、どうせ。お、え、人手がこうやってずっと35年間ずっと普通に生きてたじゃん、うん、ね、急にペルッ、 どうやってしてんの、ペルッって何なの。ペルッキュッって死ぬ死ぬ死ぬキュッ。人手はミスマリちゃんって夢。せーの、人手。あ、どうした、やばいね、重要。ただ大谷さん、200年と不老不死で俺分かってるから、やらかしちゃうかもしれないから。俺は分かってる。じゃあ大谷さん黙ってた方がいい。俺は分かってるもん。俺知らないからいっぱい喋っちゃうから。残りの選択肢はこちら。寿命が200年と不老不死の生き物は一体何かな。アジは多分ないですね。サワガニもないんじゃないかな。アジ途中で食っちゃうから、本当に生かしておいたら200年って知らないでしょ。はい、でも途中で食べちゃうから、うん、食べる話もあるんですね。俺
ばなくて。え、ウニって何？ウニ食べんのか。クラゲは食べないから。早くしなさいよ。はい。でもウニって基本的に養殖だよね。まあいっか。せーの、紫ウニ。おお。すごい。やっちまったよこれ。ちなみに紫ウニは体の構造がシンプルなため、細胞が老化しづらく長い時間生き続けられるんだって。果たして不老不死の生き物は何かな。ミスマリンちゃんチームは次の不老不死の生き物を正解することができれば勝利。長いですね。ここで勝ったらつまんないよ。ボケて。ここで勝ったらつまんないよ。え、どうする。ボケていいよ。ボケなさい。じゃあアジはないんです。どっちかなんです。アジの死体見てないだろ。いや、俺もう限界だっつって。ニシンが出てきた。ニシンが出てきた。ニシンって死なないよね。ニシンって死なない確か。え、わかんない。これ、え、どうする。オオサンショウチョウウオにしよう。オオサンショウチョウウオにする。オオサンショウチョウウオにする。はい、置いたらもう、はい、終わり。ではミスマリンちゃんチーム、はい、お願いします。せーの、オオサンショウウオ。大谷さん知ってた。知ってましたよ。オオサンショウウオじゃないということ。オオサンショウウオじゃないこと知ってましたよ。知りますよね。オオサンショウウオ知りますよ。だってね、大谷さん、ボケて、ボケて、ボケて、もう1個外れたからもうボケジロなんかないんだよ。お前、不老不死の味を食っちゃダメだろ。確かに不老不死って貴重だもんな。あとサワガニをこうさってザッと取ったらしちゃダメだろ。確かに。バカ野郎、不老不死の味って。もういいんだよこの大会を。これで俺ら勝ってもう一大会あんだよ豚が。いやだ。それではサマンさんチーム、いっちゃいましょう。発表お願いします。これでまさかのサワガニ。ベニクラゲ。やったー。1点、はい、まだまだある。続くよ。ちなみにその他の寿命はご覧の通り。ベニクラゲは死の危険を感じると自分のクローンを生み出し、若いクラゲになって生まれ変わるんだって。すごいよね。最終問題はこちらです。はい、はい、刻んできたな今回。難しい。はい、うん、はい、どうぞ。最終問題はこちら。まずは寿命が10年の生き物をこちらの中からチョイス。ね、メダカって10年生きる。そうね。しかもラインナップが渋いね。生きるんじゃない。多分サバは違うと思うから。メダカにしよう一旦、うん、せーの、メダカ。早めのブブー、早めのブブー。よかった、メダカじゃなくて。じゃあ我々どうする。タコ行きますか。いいね、イカとタコってなんかね、そうそう、限界説あるよね。限界説タコ10年説ある。タコ10年説ある、はい、水タコ10年説、ね、行きましょう。せーの、水タコ。おい、早い早い、早い。テンポ上げでしたね。ウーパールーパーは、ウーパールーパー、あ、行きそう。なんか10年ぐらいだ。保健室で飼ってたからね。オッケー、じゃあウーパールーパー行ける気がする。せーの、ウーパールーパー。隠れクマの実、うん、その後は隠れクマの実が18年。おお、イルカいっちゃう。イルカが30年と、サマーズチームが連続して正解。そして残すは2つ。こっからですよ。え、これやばいよ。2問です。こっからね、いなくなっちゃったね、ラインナップが。45年がでしょ。うん、難しいよね。ほっといたら45年生きてるよ。うなぎじゃないですか、皆さん。うなぎほっといたら45年生きてるのかな。行くと思う、俺、うなぎ。あの生命力が、そうです。生力につながるの。生命力だね、やっぱり。うん、ワニはどうすか。死にそうだね、45年ぐらいで。そうなんで、ワニ、うなぎって可能性もあるんだよ。そうだね。ここは。あるある。
だってワニってもう最初からうつ伏せでもう死んだみたいな形してるわけじゃん、はい、そっと目を閉じんのこっす最後寝てる死ぬ時、うん、クランってなる人目と一緒結構激しいぞクランってなるみんなクランってなるじゃあワニワニが55年だとベタかね分かんないけどね行ってみるか、だからこれで外れたら当てられちゃうよね、当てられまた負けちゃうサマーズチーム、ナイルワニの寿命が45年であれば一気に勝利に近づくが、果たして勝負してみよう、どうするワニ、それでは、はい、サマーズさんチーム本当にそれでいいですか、あもう、はい、本当ですか、50年は生きないっていう説、それでいいですね、ワニはそれでいいんですね、あのアンサー、はい、うなぎ生きて、それではサマーズさんチーム発表をお願いします、せーの、ナイルワニ、でも逆にここで三村さんたちがうなぎを置くじゃないですか、違う可能性あるよ、そこでタコって可能性がありますから、そうだそうだ、知らないですからね、じゃあ一旦おいサマーズなんだから三村さんたちって言わないでもらってあと一人をタッチって言う確かにじゃあ投げても、もう終わりですよ、もう投げんだよお前、確かにじゃあいきますよ、せーの、うなぎ、やったー、強い、はい、ということで2対1でサマーズさんチームの勝利です、よし、うわ大逆転、ミスタリさんもその他の寿命はご覧の通りということで、ミスマリンちゃんチーム罰ゲーム決定、はい、ということでミスマリンちゃんの2人には、罰ゲームの苦いお茶を飲んでいただきま す、はい、そんなに飲めない準備はいいですか、準備いいですか、匂わないから一気にいっちゃったらいいかもしれない、一気にいきます、はい、それでは罰ゲーム執行、せーの、体にいいやつだからミスマリンちゃんチーム次回は頑張ってね。